今から始まってから入る。ボランティア機械が状態になってボランティア、うん、手数が、あの講師料がないよっていう意味。ああ逆にいらない、お金が出たら逆に困る、ね、困る。自分のこのサークルだけでやるにはもったいないかなと思ってさ、全員の話、うん、全体だけにもっと広げた方がいいから、うん、口調とかでも全部使えるとか使ってください。そう思ってさびっくりしたびっくりしたすごいね。 Hello everyone, how are you? ママヒロの時間です。今日も1時間私モナにお付き合いください。このプログラムは子育て真っ最中の新米ママさんやパパさん、これからママになるパパになる皆様やベテラン主婦の皆様への情報提供の場として放送しております。ご意見やご感想のある方は fm79@fm-nirai.jp までメッセージをよろしくお願いします。はい、今日のメニューですね。先週言いました、メモのご用意は大丈夫でしょうかね。沖縄税務署より税務課課長の池見正盛さんをお迎えして、税金に関わるお話とか、また税務署のお仕事って何だろうねということでね、それをテーマにトークしていきます。そしてラジオをお聴きの皆様へのミュージックブレイクは 80s Hits の CD から Never Ending Story をお届けいたします。そして映像をご覧の皆様にはゲストと私のおしゃべりにお付き合いください。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お久しぶりなので、私はねもう3度ぐらいお会いしましたんですが、まあラジオではもう3年ぶりということなんでね、自己紹介も兼ねてよろしくお願いしましょう。はい、私は沖縄税務署で総務課の方でですね、総務課長をしております池見と申します。よろしくお願いします。はい、池見さんね、3年はどこに行ってたのかしらね。北那覇税務署ですとか、他の部署でね、ホロホロしてましたね、はい、本当にお久しぶりなんですけど、はい、はい、3月といえば皆さんね、何を連想されますかね。もちろんひな祭り、卒業式、入学式とかいろいろありましたし、特にね、確定申告の時期っていうのがね、一番強いと思うんですが、リスナーの皆様はもうすでに終わったのかな。私も行ってきましたが、所得税の確定申告は済んでいらっしゃると思いますがね、なんかね、もう一つの消費税およびなんか地方消費税の確定申告期限があるとかね、3月31日までとなってるんですが、そこでね、今日はこの沖縄税務署の、ね、池見さんに、この税務署のお仕事とか個人事業者の消費税および地方消費税のことについてね、いろいろお話をしていただきたいと思います。本当にこんな細かいことってわからないのでね、はいはい、また詳しいことはまたね、後日ラジオでは足りない方はもう直接沖縄税務署に行って気になるか、はい、聞いてください、電話をしてもらうかにしていただきたいと思うんですが、はい、今日もかいつまんでと言ったら、まあね、失礼なのかな、ちょっと難しいのかな、まあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、それでは初めに税務署のお仕事ってどんなものって教えてください。はい、ちょっと堅苦しくなりますけども、はいはい、皆様ご存知だと思いますが、我が国では納税者の皆様が、自ら所得金額や税額を計算し、それに基づいて申告をして、納税をする申告納税制度を採用しています。この申告納税制度が適正に機能するためには、納税者の皆様に高い納税意識を持っていただくとともに、法律に定められた納税義務を自発的かつ適正に履行していただくことが必要です。このため税務署では広報活動や税務相談、確定申告における利便性の向上など、納税者サービスの充実を図るとともに、申告が適正でないと認められる納税者や期限内に納付しない納税者に対して、法令に基づき厳正な調査や徴収を行い、善良な納税者の皆様が課税の公平感をいただかないよう信頼される税務行政を目指して業務を推進しています。ね、なんかすごい言葉が難しいんでありますが、はい、まあ、後でね細かく聞いてお聞きしていきますが、このね、このなんて言えばいいんだろう、不適切なね、なんか払い方とかいろいろあるんですね。まあわかんないんですけどね、まあ、税務署では納税者の方がご自分で所得金額や税額を計算して確定申告をして納税する申告納税制度をこうね、サポートしていらっしゃるという今お話でしたが、まあ一方ではね、申告しない方やまた税金を納めない方など、まあ、悪い納税者には厳しい対応をして、善良な納税者が課税の不公平などを抱かないようと
まあ、ちょっと難しい言葉なんですがね、ちょっと怖いような、まあ、いろんな調査がやられているということは聞くんですけど、まあ、この、ね、調査っていうのもね、徴収しているっていうのもね、うん、なんか小耳に挟むんですが、結局どんなことしてるのかが分かんないので、はい、要は正しくですね、審査されている方はまあもちろん問題ないですけども、中にはまだ悪さされる方もいますし、よくあのお店の丸さとかですね、いろいろありますけども、そこまでいかないんですけども、やっぱり間違っている方に対しては正しく審査していただかないといけないので、やっぱりその調査とかですね、また納めていただく方については財産差し押さえるとか、そういうことをしているということですね。そうなんですね。はい、じゃあどうしてもあのちゃんとね申告するにはいろいろ手続きもあるので、この放送のお聞きの方でね、まあ、うっかりしてね、まだやってないとか、あら私もちがしてっていう人がいたらね、沖縄税務署の3階の申告相談会場へ早めに行ってくださればいいんですが、そうです、うん、あの確定申告は3月16日までだったんですけど、そうですよね、まだあの、まあ、沖縄タイムっていうんですかね、やはりあの、うんうん、中部地区特にあの県内でも申告遅い方が多いんですね、いま、うんうん、だにあの期限後の方多いんで、31日まで税務署の3階でですね、あの会議室であの集中して納税相談コーナー設けてますから、うんうんうん、ぜひも本当にもたまたまでしょうけども申告まだの方はですね、うんうんうん、税務署の3階の方にお越しいただければと、今あの番号順にやってますんで、あ、そうですね、ぜひ、はい、お越しいただきたいと思います。じゃあもう16日過ぎたからもう申さじゃなくてない、あ、そう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 、もう31日までは大丈夫っていうことなんですね、はい、そちらの方に場所は変わりましたが、そちらへ行かれてくださいということでしたね、はい、はい、でこのほか税務署で行っていることは何でしょうかね。はい、それ以外にですね、先ほどちょっとあの税務署の取り組み話しましたけども、税務署ではあの4本柱というのを決めてですね仕事をしております。広報、相談、指導、調査徴収という4本柱をやってですね、いろんな取り組みを行っているんですが、特にあの広報の中で言いますとですね、自治体を担う児童生徒に対して、国や地方公共団体の財政を支える租税のですね、意義ですとか役割を認識させて、税の使い道に関心を持って将来ですね、社会に担ってなるその中学生高校生の方にですね、主体的に物事を考えていただきたいと、で、納税者としての自覚を育むという目的で租税教室を開催しております。またそれ以外にですね、税金のその作文を募集してですね、これから納税者になる、中高生の方にですね、生徒皆さんにですね、正しい、税の知識をですね持っていただきたいということで、いろんな取り組みをしております。まあ、ラジオをお聞きになってですね、皆様がそのお子様いらっしゃいましたらですね、ぜひ、聞いていただければですね、参加する方もいらっしゃると思いますし、で今お話ししているその税務署の取り組んでいることはですね、皆さんお子さん見てますんで、ぜひ、適正申告についてですね、リスナーの方も考えていただきたいなと思っています。この広報の中で、このもちろん児童を生徒に対して国や地方公共団体の件っていう話があるんですけども、これじゃあ例えば、まあ、病院によってはどこの病院と言いませんけども出前教室みたいなのやってるところがありますよね。そういうこともなさるんですかね。はいはい、あ、はい、今あのちょうど今月末になってるんですけど、各中学校高校にですね、先生方に社会科の先生に租税教室希望しますかってアンケートを出してまして、それに基づいて希望のある日にですね、設定して、あの税務署の職員ですとか、あと関係民間団体の人がですね、教室行って講師やってます。でこれって対象者っていうのは高学年ですか、やっぱり。どうなんですか、そうです、小学校ですと6年生が多いですし、中学校はバラバラです ね、まあ、ね、はい、ね、やっぱり小学生で4年生かっていうのはどうしてもね把握ができないと思うのでね。そうですね、いいことですねこれね、本当ですよね。全員に関して子どもたちもやっぱり分かってもらわないとね、将来的にはね。そうやっぱあの先生方お聞きするとですね、あのこれはちょっとあの、まあ、それるかもしれませんが、中学校の先生にお話聞くとですね、やっぱりちゃんとやってこないと中学校卒業して働く子もいますよね、そうすると何も分かんなくて、やっぱ困るということで、やちゃんとしたいという先生も中にいらっしゃいますので、特に力入れてるところですね、租税教育については、はい、何のために払うのとかって言われてね、大人も分かんなかったらどうしようもないので、そういうことです。これはね、先生方も勉強しながらっていうのがいいかなと思いますね、でこの租税教室をこの開催したりって今言ってましたけど、税の作文を募集したりしてってありますよね、はい、児童生徒に税金の仕組みをこう、ね、分かっていただくっていうんですが、この作文というと毎年11月に実施されているって聞いてるんですから、税を考える週間、そうです、そうです、そうです、当たりです。表彰している作文のことですよね。はい、そうです。多くの生徒が表彰されるんですか。はい、そうですね。どのくらいの生徒が、賞がいっぱいあるもんですから、いくつで、もうあの数は相当多いんですよ。で、あの特にこの租税教育につきましてはですね、沖縄税務署の管内の沖縄市とうるま市にはですね、まあ、私たち税務署と、あと沖縄県、あと地方税当局ですね、それと教育委員会、学校関係者、あと関係民間団体のですね、作る租税教育推進協議会
を作っておるんですね、うん、でそこで今お話ししましたその時代を担う児童生徒に対して、ええ、租税の役割や意義を正しく理解してもらって、健全な納税意識を養うことを目的とですね、うん、租税教育をしております。うんうんうん、でこの中で先ほど作文の話があったんですが、高校生の税に関する作文はですね、うん、国税庁と、関係民間団体のですね、うん、沖縄中部納税貯蓄組合が共同で募集しまして、で中学校は、納税貯蓄組合が募集しているんですけども、そうですね、でやってます。またすいません間違えましたね高校生が庁と民間団体の貯蓄ですね、中学校作文は納税貯蓄組合、あと、うん、別にですね、中部 の、 あの法人会社の社長たちの社長さんの集まりがあるんですけど、その中部法人会の方でも小学校を対戦したあの税の絵はがきコンクールをしておりまして、先ほどありましたね、ちなみに26年度、今期ですね、沖縄管内では中学校の税に関する作文の募集は、28校から2982編、高校生は9校から849編ですね、うん、募集がありました。であと小学校の絵はがきコンクールでは21校から591編ということで、うん、この中から優秀な作品に対してですね、まあ、賞状と副賞を毎年お渡ししてるんですね、うんうん、でこの、まあ、優秀な作品についてはですね、うん、あのまあ、それ賞状して終わりというのはもったいないですから、税務署にお越しになったらすぐ分かるんですが、税務署の玄関入って左側の方にですね、あの作品を掲示してますし、うん、あとあの2月16日のその沖縄商工会議所にあった確定申告の会場でですね、はい、そこにその展示して皆さん見ていただくということをしておりますので、うんうん、まあ、あのじっくりこう立ち止まって見られる方もいらっしゃいますから、うんうんうん、ぜひですね、まあ、ちょっと早いですけど、あの聞いてる方で小学生中学生高校生のお子さんがいらっしゃる方はですね、うんうん、学校の先生に聞いてからぜひあの募集応募をですねしていただければと思います、うん、そうですね、夏休みまだちょっと早いんですけど、夏休みもね間近ですので ね、 そ う、 ですね、そういうに合わせて休みのねこう宿題にするとかもいいじゃないですかね。この税のはがきってどんなことを書くんですか、いわゆる。ね、今年一番面白かったのは、まあ、はがきサイズですよ、で地球の絵を描いて、でこう三角形のこうピラミッドみたいなのを描いてですね、で上にこうなんですか、社会保険こうどのように税金使われてるというのをこう段階式にこう色塗り分けて描いてあるとか、ロケット描いて、でみんなの税がこんなふうにやってるとかですね、そういうのが面白い、いろんなアイデアで自由な発想で書いてます。絵としては決まったものはないんですけど、ないないです、テーマ的には税のことを分かりやすくっていう感じの絵を描けばいいということですね。ただ今何言った話だったんで、ちょっとあの最近困ってるのはですね、うん、まあ、まあ仕方ないですけど、ネットが入ってますから、中高生の作文ですね、盗作が多いんですよ。あ、ネットで調べて なんか分かりそうな気がする、あの、まあ、キーっていうとマチュピチュとかですね、うんうん、友達があのなんていうのグラウンドで倒れたとか、うんうんうん、図書館がうんぬんとかですね、大体盗作多いですね。これちょっと困ってるんですけど、ただあのただ応募してくれる子はね、ちゃんとやってますから、ただそれはちょっとやっぱりなしにしてほしいなっていうのが事務方の意見ですね。カピペですか、コピペか、はい、コピーペーストですね。そうそう、今流行ってるとか、まあ、そういう簡単な世の中になっちゃったからね、もうすごい簡単にできちゃうから、なんでもかんでもパソコン触れば ね、うん、ただね、そう言ってもやっぱりもらった子はですね、うんうん、やっぱあのちゃんとして指揮してもやりますし、うんうん、であと今年もそうですけど新聞報道にもなりますから、そうですね、お子さんにとっても一生のですね、まあ、いい思い出になると思いますので、うん、そうですね、ぜひですね、あの、やってほしいですね、やってほしいと思って、試すことにも意義があって、今年ダメでも来年がっていう気持ちでやっていただければいいんじゃないかなと思いますがはいはい、はいはい、リスナーの皆さんはね、お気になりましたが、このね税の作文とか絵はがきなどね、応募して優秀作品なら副賞もあるそうですが、何でしょうか分かりませんが、まあまあね、さっきも言いましたがちょっと早いんですがね、夏休みを目標にしてそこにね書いて宿題ちょっとチャレンジしてみてはどうでしょうかね、はい、で本当にあの受賞者の方にはですね、上は財務大臣賞から文部科学大臣賞とかですね、国税庁長官賞とかですね、かっこいい、まあ、そういうその大きな賞もありますから、うんうん、ぜひですね、していただきたいと、応募ですね、うんうんうん、それとあと租税教育なんですけど、最初どんなのやるのって話なんですけど、まあまあ、あのまずはお子さんですとビデオを見て、漫画のビデオを見てですね、うんうん、でそれから、税金の人クイズやって、うん、でその後にあの1億円のレプリカってあるんですよ、うん、実物大の大きさで、うんうん、重さも一緒、ああ、こもっとくわけね、それを地面に掲載してますから、それを持ってですね、うん、あ、これが1億かと、うん、やっと大体1時間終わりますから、うんうんうん、まあ、そんな感じであの実際目で見ていただいて、うん、もう手軽にですね、使われ方も含めて生じしていくという形でやってます、うん、
うん、1億か、うん、見たこともないね。なかなか重いですよ、うん、お米10キロぐらい。あ、そうなんですね。近いです、はい、へー、感心して、あの先生方もなんか珍しいのがよく触りますけどね、うん、ですよね。だって一生に一度持てるかもしれないか、チャンスがあれば、宝くじ当たったら持てるかどうか、これも分かんないんですけど、まあ、話はちょっと飛びましたが、税金クイズっていうのがあるらしいんですけど、これ難しいんですかね。あ、今あの小学校のですね、うん、たまたまあの、そういう教育の話やったんで、皆、うん、さんあの意地悪じゃないですけど、クイズを少しですね、私もやってみようかということで作ってきましたんで。大丈夫かな。え、あ、まあ簡単ですから、まあ、答えは見せないようにということで、はいはい、あの塗りつぶしてますから、はい、見てませんので、見てませんので、これはあの、はい、ですんで、はい、何問か作りましたので、ちょっとやってみましょうか、はい、よろしく。じゃあ勘で答えていきましょうかね、はい、聞いてる方もですね、はい、いきます。3択です。はい、第1問、平成23年度の教育費の負担ですが、国や県、市町村が負担している公立小学校一人当たりの年間教育の負担額はいくらでしょう。で、これってあの先生の給与が全部含めてです。含めて、そう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 、含めて、はい、で1番が約65万円、うん、2番が75万円、うん、3番が85万円。さて、どちらでしょう。ここ教科書もただですね、年間教育費の負担額なんだよね、一人当たりのね。そうそうそう。で、あと本はただですね、うん、で、あと備品、学校の備品もありますよね、うんうん、とかかなりかかってると思うんですけど、うん、これからすると何番だと思います。じゃあ高いのを選んで真ん中に入れて、じゃあ2番にしとこうかな。75万ブブーですね、はい、高い高い言いましたけど、答えは85万ですね。そうなんだ。え、一人当たり、一人当たりです。85万かかってるんですね、結構ね。かかってますよ、はい。ほう、それではあのこの関連で、ええ、第2問いきますよ、はい、それではですね、ええ、小学生が1人当たり1年間で85万という話しましたけども、うんうんうん、じゃあ公立ですね、ええ、小学校から高校まで12年間あります、うん、ですね、633、ええ、さていくらでしょう。9かけるのって計算してますけど、はいはいはい、で、1番が約500万、ええ、2番が約1100万、うん、3番が1500万。さてどちらでしょう。12年間だよね。そうそうそう、12年間。633ですよね。うーん、小学校3番。早いですね。3番にしとこう。3番にしとこう。また間違えましたね。ブーですね。はい、考えてください。小学生85万ですから、85×6、うん、でですね、ちなみに中学生はですね、98なんですね。あ、そうなんだ。かける3、うん、で、高校が99、うん、かける3、うん、そうするとですね、約1101万で、答えは2番の、うん、1100万円ですね、約。でもかかってますよね。かかるってことです、うん、だからあのって言う方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、教育にこれだけ金がかかってると、うん、税金が投下されているということですね、うんうん、でちなみにこれあの打足ですけど、2月20日の今年のですね、ええ、日経新聞載ったんですけど、ええ、あのお子さんの塾、うんうんうん、行かせる方ですね、うんうん、トータルで880万ぐらい、で他に大学の仕送りがもしあったらですね、ええ、教育費はあと残り560万かかるそうです。平均相当の教育費がかかるということですね、じゃあなんで、じゃあ高校卒業するまで結構いくじゃん。です、ね、そうです。それがだから準備しなきゃダメですね。うん、じゃあ続きトントンといきます、続きまして第3問、日本にあった実際なる税金どれでしょう、はい、1番取り税、うん、2番カエル税、うん、3番ウサギ税、どれでしょう。これは分かってたさね。あ、前ね、まあ言ってましたね、はいはいはい、聞いたことがあるんですよ、テレビかなんかで言ってて、ウサギ税だと思います、はい、はい、ピンポーンですね、はい、3問目にして正解ですけども、実はこれあの明治6年にですね、東京ではウサギが大流行しまして、うんうんうん、まあ、毛に色を塗ってですね、高値で売る詐欺師まで登場したことですから、うんうんうん、このウサギ熱を冷めるってことで、冷めさせるっていうことで、一波につきですね、まあ、1ヶ月1円の税金をかけたと、うん、まあ、当時からしたらすごい高い税金だったようなんですけど、うんうんうん、それでその鎮静化を図ったということで、実際にウサギ税っていうのが日本であったということですね、うん、減らすためにこんなことしたんだ。そうすごい、ね、税金だったら目的税が多いですから何かのためにって思うんですね。でちなみにあの1番と2番の取り税買える税ですけど、うん、これも実際にあの外国であった税金ですので、うん、覚えていただければと思います。で、カエル税は聞いたことある。あは、そうですね。うん、あ、これ前の話ですぐ言ってましたよね、うんうんうん、答えは、ね。じゃあ次はあの歴史の問題から。日本の税金はいつ頃からあるでしょう。わかんない、これ全然わかんない。一番、卑弥呼がいた3世紀頃。二番、飛鳥時代。三番、明治時代から。さて、ひらめきをどうぞ。なんかわざわざ卑弥呼がいた3世紀頃ってこの長くしてるから一番かなと思って。
裏を書いて呼びすごいですね、当たりです。はい、邪馬台国でですね、この時は収穫の一部を税として納められたということで、問題以上を考えてきましたけども、分かりましたでしょうか。うん、お、意外とね、よく考えればだけど、はい、答え出てたらちょっと難しいです ね。ちなみに先ほど言った教育の話はですね、うんうん、皆さん大きになったらえっていうかもしれませんけども、うんうん、実際それだけの教育かけてるってことですね。ぜひお考えいただければと思いますね。そうだね、はい、で結局塾でもね、まあ一つじゃないじゃないですか。はいはいはい、はい、塾とかね、スクールとかいろいろ行かせてるのに、はいはいはい、じゃあ1人5000問ぐらいかかる今の話だと、ね、うん、大学まで考えると2000、3000万ぐらい、うん、だから塾の数によっては多い人はもう3000、4000は普通に使ってるってことですよね。で子供がこれ1人ですよね。そうです。3名、4名ってなったら、おい、1億なんて目の前じゃないですか。あ、ちょっと考えないといけないですね。でもこれね、税を払ってるおかげである程度こうね、そう、助成金ではないんですけど、サポートがある分安くなってるわけで、税金とかがそういうのがなければ、制度がなければ、まるまる全部自分が払わないといけないわけですね。そうそう、そういうことです。ということはもっとですよね、うん、本当はね、まあ、これだけじゃないですけどね、やっぱり鈴木局でもやるんですけど、やっぱ税を、私たち税金の徴収するっていうんですかね、付加する分ですけど、うんうん、やっぱ使われ方を皆さんやっぱり考えてですね、うんうんうん、税金って何だろう、うんうん、どう使われてるんだってことは皆さんやっぱり考えていただいたらですね、うんうん、いいかなというふうに思いますね。非常にそうですね、詳しいことはみんな分かんないんですよ。ざっくりはこんなかなぐらいは分かるんですけど、じゃあ何が何なのって言われたら分からないっていうのが多くてね、うん、先ほど言ったようにこのお出かけ教室とかね、出前教室とかみたいなのがどんどん開かれていくと、はいはい、うん、一般の方にも逆に聞かれた時にこんなだよって答えきれる人がね増えるとね、もうちょっと税に対して、納税に対してもうちょっと理解ができて、沖縄は納税率が低いよなんて言われないようになるかもしれませんね。うん、うんって、うんか、うん、どっちか、納税率では滞納はですね、まあ話ちょっと変わりますけど、まあ出た機会ですから、実は沖縄県滞納非常に多いんですよ。まあ、やっぱり県民性でしょうね、のんびりが多いですからと思います。で、まあ、こうラジオでは、まあ、あんま大きな声言ってはいけないかもしれないですけど、数年前まではですね、これ事実ですから、数年前までですね、沖縄1県の税金のその滞納、国税ですよ、うんうんうん、四国4県と同じぐらいだったんですよ。5、え、本当ですよ、すごってことはいかに多いか分かりますよね、うん、1県ではという感じですね。うん、ちょっとそれはまあ直していただきたいところであるんですけど、うんうん、はい、の滞納はいいけど払わなくてもいいんでしょ、結局。まあまあ中には彼がお金があっても払わない方については厳正に対処しますけど、うんうんうん、やっぱでも今消費税特に苦しい方っていう窮状をね、言ってる方多いですから、それはその際はもうやっぱり税務署にご相談してですね、本音で話していただいて、うんうん、まあ、ご自分でそのほったらかすっていうのをやめてですね、うんうん、やっていただければなというふうに思います。もうほったらかせばほったらかすと泣くの自分ですから、うん、溜まっていってね、うん、結局差し押さえとかなっちゃったりね、そう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 、差し押さえられるものがあればまだいいんですけどね、ない場合どうなるのかなっていうのもありますからね。ということはでも、ま、前もって例えば払い切れなくなったら払いそうもなければ相談しに行って、これをどういうふうにして払って軽く月々っていう形でできるっていう話もあるわけですよね。そしたら節約っていうか利子を軽減する、うんうん、方法もありますから、うんうん、だからそれはやっぱり分かる人にちゃんと聞いてですね、もちろんご相談行くときは税金確かにそれ難しいのもありますけど、うん、税の専門家の税理士ですとか、うんうんうん、税務署ですとか、うんうんうん、間違ったことを習うとまた変な方向行きますから、そうです、ね、正しい機関にですね、うん、ご相談されてやっていただければなというふうに思いますね。この間なんですけど、だから申告しに行った時なんですけど、はいはい、こう並んでるじゃないですか、はいはい、始まるまでにね、そしたらやっぱりみんなおしゃべりしてるんですよ、後ろでこちょ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 、うん、だからある年寄りの方が隣の兄さんと話してて、俺はさ、こんなお金払わなかったわけさとかって話をしてるんですよ。だからこのお兄さんが何年前のですかって言ったら、3年前とかのやつを着てたんだけど、うん、結局その時お金がなかったから払わんでから知らんふんなしてたって、うんうん、そしたら今なんか何かが来て倍になってるって話してて、うん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 、もうちょっと前に相談するべきかさとかってこのお兄さんに怒られてたんだけど、税務署の理事はですね、法律上 7.3 ですけど 7.3% ですよ、うん、1% ですね、7.3%。でも今軽減になって4%、いや約ですよ、うん、ざっと 4% になってるんですが、ええ、利息が利息ついててですね、うん、5年6年おいてはサラ金じゃないですけど、うん、この利息だけがどんどん増えていって大変になるんですよ。怖いね。怖いですよ。じゃあ100万がそうなっちゃいます。気がついて150とかそうなっちゃいます。ざらにいっちゃうんだ、うん、もちろんサラ金じゃないですから、ええ、税務署は税金を納めていただいたら本人有利ということで、うんうん、まずはその利息じゃなくて、うん、元本から減っていきますから、あ、100万からね、早く納めればそれだけ利息が減っていくっていうのは事実なんですけど、うんうんうん、ただやっぱりほったらかしっていうのは一番ダメだというのは事実ですね。
だからこのおじさんもね、おじさんっておじいさんだったんですけどね、怒られてて、この若い人に怒るではないんだけど、もうちょっと早く行っとけばよかったさ、もう今日もうついでに来たんだから相談しなさいよって言われてて、ないがやとかで、後ろでぐちゃぐちゃって聞こえたんですよね。だからそういう人もやっぱいるんだなとか、また一人暮らしの方いるじゃないですか、はいはい、そういう方って意外と相談するのが嫌だから、そのほったらかしてる人方が多いじゃないですか、はい、税務署怖いとこじゃないですよ。でもやっぱりだから正月子とかみんな怖いってば。あ、いやいやいや、警察署、いやいや税務署、私優しい声してるでしょ。大丈夫ですよ。で、顔見たくなかったら、ええ、私いつも同時者が言ってるんですけど、うんうん、今もう携帯だから多分1分3円あ10円で30秒あ3分じゃないと思いますけど、要は10円で3分、うんうん、顔見ないで相談できるでしょ、うんうん、だから電話してくださいと、うんうんうん、それが一番ですよ。まずはそうすればできますよね、うん、言いたいこと言えるじゃないですか、顔見えないから、うんうん、そうだね、言っていただいて、でこうこうって話すれば、一回話すれば多分こう次行けますから、うんうんうん、やっていただければと思います。そうで、じゃあまずは行くのがちょっと億劫また怖いって方は電話からまず試してみて、そうそうそう、はい、で電話でなんか感覚いいなと思えばまたね訪れてもらって、 そこでお話ししてもらってっていうのも、はい、やっぱり、ね、やっぱり滞納するっていうか、それまで払わないっていう行為自体が後で怖いので、逆に、そう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 、うん、本当に私の近くにも差し押さえされた方を見たことがあるんですよ、うん、偶然に、うんうん、びっくりしましたよ、赤紙ってこんなもんかっていうのを見ましたね、よしみたいな貼ってね、そうそうそう、開けるなってね、マジなのですか、はい、これって本当に貼るのって、はい、ごめんだけど見てしまって、はい、えーってびっくり、変な感動しましたけどね、だからそういうのもあるので厳正にしないと、さっき言ってましたけど、うん、言いましたけど、ちゃんと納めて申告してちゃんとやってる人と同じじゃまずいですよね、うん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 、やらないってことはなんかやりたくてもできなければまたご存できますけど、うんうんうん、ほったらかすと一応悪いじゃないですか、ええ、そういう人はやっぱりちゃんとしないと、うんうん、ちゃんと納めた人はバカみたいですよね、うんうん、じゃあ納めない方がいいと思うじゃないですか、まあ、納めなくて逃げないと、そう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 、それはやっぱり一番ダメなんで、うんうん、やっぱりその厳しくそれ目は税務署仕事やってますね、うん、はい、そういうのもね、やっぱり電話して怖かったら最初電話、うん、で確かめて、あ、大丈夫と思ったら行ってみる、そう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 、行ってみて相談して、払えないんだったら払えない理由をちゃんとね、そう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 、述べて、こうこうこうなのでっていう、また、ね、うん、で、契約方って教えて納める、うん、どんなのができるってことをご相談していただける、どういうふうにしたら納められるようなやり方をまたね、サポートしていただけるので、はい、その方が一番安心かなと思います。本当にほっといてもどうせいつかはもうね、払わないといけないので、で利子がついてから、あ、いえなって言ったって遅くなっちゃうのでね、利子がついて大変ですよ、うん、それまでにはね、早めに行った方がいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ではここでミュージックブレイク挟んで後半へと続きます。ミュージックブレイクスタート。喋ってもよ、ラジオに入ってないけど、あのネットに入ってる、こだれっぱい作らけばよかったなんか言ったじゃん。いや、まあ、これから何を飛ばそう、はしょりましょうね、はしょりますよ。やっぱり項目だけやってから言うとしたら俺早いな適当な字が飛ばすよ、見といて、ん、適当に飛ばすよ。でもあの、ね、消費税、うん、消費税の概略だけちゃんと言いますから、言った方がいいね、これ私の読んでて、これちょっと分からない人多いはずと思った、うん、特にほら1000万の基準とか、またあのほら、あのなんていうの、元と営業所等のあれがあるさ、あの数字でやったところね、うん、そこもやっぱり大事かなと思って、うんうんうん、自分なんかはもともと会社から預かって売るけど、うん、何パーセントくっつけないわけ、そのままでだから預かって売るから、これ関係ないわけさ、はっきり言えば、うんうん、他は違うさ、こっちから買って自分がプラスして売るから、うんうん、でそういうのも分からんと思う、多分やってない人多いはずだ、うん、いやそれが問題なんですよ、うん、だから要は本当はこうなんだけど上が付け根であげるじゃないですか、うんうん、だからもらってないって言うじゃないですか、うんうん、でもこのもらったやつにもう 8% もらってるってことだから、要は値引きしてると一緒なんですよ、うんうんうん、こう下はね、うん、だからそうするともらってないから納めきれないって多いんですよ、うんうんうん、それが非常にもう今本当これが問題だと思いますね、うん、実際問題、うん、特に建築関係なんか大変ですよ、うん、建築関係は意味が分からんと、私も読んで分かったから、うん、はっきり言って、うん、どうしよう、じゃあ数字のとこ行って後飛ばすけど、これだけ言いましょうね、うん、そうじゃないとこれ絶対終わらんね、言う通りだねこんなに達成してうんたくすると終わらなかった、はいはい、いずれにしても記述と消費税の、あの今話した記述と消費税の例と、基準日、うん、だけは言って、あとはもう大体あの、まあ、ポイントだけあと読んでってか見て、うん、なんか見てって話で飛ばしますから、うん、クイズやりたいでしょ、それで言った方がいいかもしれない、その方があの、あ、なんていうの、食いつきで、食いつきはね、わかりました、じゃあ真ん中で飛ばすように、どうせまた最後だったらあと27分でしょ、そうそう、あっという間だね、なんか早いですね、思ったよね、
はい、ここからも税金と税務署のお仕事についてお伺いしていきます。はい、先ほどね、あの冒頭で消費税の申告期限は来週3月31日火曜日までとなってますと話がありましたね。消費税および地方消費税、はい、これがねちょっと詳しく分かんないので教えてください。はい、今、ありましたようにですね、消費税および地方消費税のですね、申告時期はですね、来週の火曜日3月31日までとなっておりますので、ぜひ、期限内にですね、申告と納税をですね済ませていただきたいと思います。でその申告期限がですね、過ぎますと、まあ、これ所得税も一緒なんですけど、税金を正しく期限まで申告しなかったということで、加算税、無申告加算税という加算税ですね、かあるいは、延滞税といって税金が遅めの遅れたらですね、また罰金ですね、がかかる場合がありますので、ぜひあのそれ気をつけていただいて、来週の火曜日までに申告納税を済ませていただきたいと思います。こうやってあの納税のやり方、はい、いろいろあるんですか。はい、あの通常は現金と納付書を持ってですね、金融機関で納付するんですけども、それ以外にですね、振り替え納税というのがあります。あの要はあの、通常から引き落としです、天引きですね、ありまして、もう所得税は終わってるんですけども、消費税は来週の火曜日までですから、その時に、口座振り替え依頼書をですね、税務署に提出していただければですね、来月の4月23日にですね、口座からポコンと引き落としになりますので、要はあの、納付する期限が伸びますので、その間に納税資金を準備するという1ヶ月ぐらい準備できますから、もう今当面、ま、ちょっとお金がないという方は、ぜひ振り替え納税をですね、あの希望していただければというふうに思います。でちなみにあの振り替え納税ですけど、4月23日ですから、23日の朝落ちますから、前の日までに残高、そうそう、やってないとダメだってことだけぜひ注意してください。そうだね、こう1ヶ月こう期間が伸びるってことは、まあね、ちょっと大きい額を払う方が楽かもしれませんね。で、この先ほどからね、あの出てる消費税とか、なんていうのかな、地方税だったっけ、のこの基本的な仕組みについて教えてください。はい、では、消費税の基本的な仕組みについてご説明させていただきます。また固くなりますけど、消費税は消費一般に広く公平に課税する間接税です。したがって、特定の物品やサービスに課税する、個別消費税、例えば、酒税ですとか、タバコ税の個別消費税とは異なります。間接税ですから、ほぼすべて国内における商品の販売、サービスの提供、および、保税地域、分かりそうですね、保税地域ってあの、外国の輸入品を取ったときに、空港なんかにこう置いて、一時置いておくとですね、で保税地域から引き取られる際にですね、課税することで、その取引の各段階ごとにですね、まあ、あの昨年4月から 8% になってますけど、その前 5% ですよね、ということで、消費税になってます。でちなみにその消費税の負担者は誰かと言いますとですね、消費税は、事業者に負担を求めるものではありませんと、税金分は、事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、まあ、次々と転嫁されていってですね、最終的にはその商品を使うあるいはサービスの提供を受ける消費者がですね、負担しますので、消費税の負担者は消費者ということになります。ですから、消費税をですね、でもその負担を消費するのは消費者ですけども、消費税の申告と納付するのは事業者ということになっています。そうなんだ、はい、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれませんけどね。で、あのちなみにあの今今日もですね、今日もですけども、申告されている方で一番困っているのは、先ほど話したようにですね、税率が変わりましたんで、8% ね、そうすると、去年の1月から3月までと、4月から12月分に、それぞれ分けないと計算できないですね、5と8ですから、その点でですね、ぜひあの区分をしてから、もうこれから新聞いらっしゃる方はですね、分けてから経費も売り上げも分けたところでやっていただければと思いますので、これはまたあの税務署に来てですね、あのお話しいただければすぐできますので、いずれにしても分けなきゃいけないよってことはちょっとですね、注意チェックしていただきたいですね。で、先ほどのこの消費税の負担者は消費者、はい、申告の不正な事業者、はい、ということでしたかね、はい、この具体的にはどんなように計算するんですかね、はい、これあの書き方の方にあったもんですけど、パクってきたんですけどあの、まあ、計算、まあ、ラジオですからちょっと分かりづらいかもしれませんけど、あの数字でちょっと言いますとですね、まあ、分かりするためにその本体価格、税抜き価格ですね、説明しますけど、例えば生産者がですね、物を作ってる方が2万円でこの商品を小売業者に販売したしますね、はい、そうすると販売した人は、生産者はですね、2万円ですから2万円の 8% と216、1600円、1600円を税務署に申告します、要はあの元がゼロですから、ゼロとしてですよ、2万円売りますから286、でだから1600円を
そうですね、1600円を税務署に申告します、うん、納めますね。でじゃあ2万円で買った今度小売業者は2万円で仕入れたものを3万円で売りますと、うん、ということは3万円売りましたから3万円の 8% の2400円、うんうんうん、で仕入れ2万ですから、うん、216,1600円、うん、2400円から1600円引いたら800円ですね、うん、ってことは小売業者は3万で売って2万で仕入れてますから、うん、その差額の今言った2400円から1600円引いたら800円、うん、800円を税務署に申告します、うん、で税務署申告は今お話したように、うん、生産者が1600円、うん、小売業者が800円、うん、ですから税務署の方には消費税合計2400円納付されたってことになりますね。うん、申告は以上です、うんうんうん、そうするとじゃあ納めるの誰だってさっき教授って言いますけど、うん、そう消費者は3万円最後、うん、2万が3万、3万で買うわけですよね、うん、ってことは買うときに3パ24、2400円、うん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 、納めますよね、うん、ですから消費者が2400円を納めるですから負担者ですよね、うん、でもさっき話したみたいに生産者と小売業者は、1600円と800円をそれぞれ申告しますよね、うんうん、で前もって納めると、うん、で2400円と2400円一致しますから、うん、さっき言ったように、うん、負担者は消費者、うん、で申告は生産者と小売業者がやると、うん、2400円合いますよね、うん、これが消費税の仕組みです、うん、簡単に言うと、うん、なんか分かりやすいような分かりやすくないようなまあ一応ね、まあ、小さいもので話してるのでね、うん、分かるんですけど、これが大きくなっていくとちょっともっと難しいのかなと思うんですけどね、うん、消費者ね最後はね、うん、また消費税の税金を生産者や小売業者など商品をお客に販売するまでのこう過程で、まあ、いろいろね何パーセントでプラスしたりとかってあるのでね、うん、これまた申告の仕方値段も変わってくると思うんですけど、うん、で私たちが負担したこの税が国や地方へ納められないということになるとどうなるのかな、ごまかしたり、うん、ですから今の消費者の方が、まあ、預かり金的制約ってよく税務署は言ってるんですけども、うんうん、最後に買った方が税金消費税納めてるのに、うんうん、事業者が申告しなかったら、ああ要はそこにポップ入れたことがありますから、ああそれはいかんですよねと、だから申告ちゃんとしてくださいという話、うんうんうん、帳簿が合わないってことになるわけですよね、そう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 、結局ね、うん、分かりました、はい、そういう意味かなんかちょっと難しいような分かりやすいような、まあこれはまたねラジオではちょっと難しいのでね、やっぱり直接聞いた方がもっとね、私もこんなことをしてる、そう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 、行為をしてるんだけど、じゃあ私はどうなるのって方はやっぱり聞かれた方がいいかもしれませんね、消費税の基準はですね、あと後ほど言いますけども、やっぱり課税売上が1000万超えるかどうか、うんうん、1000万以下は消費税かかりませんから、はいはい、そうすると1000万以上の事業者の方に、ね、その基準になるんですけども、うんうん、過去例なんですけども、やっぱりですね、その1000万ならないように980万とかね、あ変な感じですけど、ですよって嘘ついて申告不正をですね、うんうんうん、してる方が、ごまかしてる方も案外いらっしゃいますし、とか仕入れがもっといっぱいあったよとかですね、うん、そういうふうな不正をしている方もただ見受けられるので、そういう方はやっぱり税務署が調査をした時にですね、間違ってれば、うんうん、毎年正しく申告すれば問題ないですけど、うんうん、5年分7年分遡ってっていうと税金何百万になりますから、それはですねぜひペナルティも大きいですから、正しい申告をですね来週火曜日31日までにしていただきたいなというふうに思っております。1000万以下の場合はっていうあって、結局じゃあ1000万ギリギリまでやる人もいるんだ。そうなんですよ。そうなんですね、難しいですね、はい、まあなんていうの、 やり慣れれば、まあ、何でもそうなんですけど、最初が肝心で最初やり始めると、うん、もう後からやりやすくなって、もう前年のことだからってなるんですけど、恒例なんですよね。で今よくやってます e-tax といってですね、パソコンが今もう主流ですから、町のホームページ見たらですね、収支も全部数字でればできるようになってますから、率とか何とかで計算はないようになってますから、ぜひですね、それも使っていただきたいなと思います。でちなみにもうあれなんで、ちょっと突っ飛ばしますけど、吹っ飛ばす、消費税時間もあれなんで、消費税ですね、覚えてほしいのは基準期間、通常の場合はですね全然ね2年前、今年が平成26年ですね、26年ですから、うん、前々年ですから平成24年、うんうん、2年前の個人ですと1月から12月までの課税期間の売り上げですね、うん、1000万超える方は今年該当しますよ、うんうんうん、2年前と覚えてます、うん、もう基本ですよ、2年前、はいはいはい、ね、覚えていただいて、うん、個人は1月から12月、うん、法人の場合は決算期、3月決算4月決算ありますから、その決算期で見ていただいて1000万超えるかどうか、うん、で法人の方は資本金が1000万超えたらこれはもう全部回答しますけど、それ以外の方は今の基準がね売り上げあるかないかですから、うんうんうん、まずは、まあ、ほとんど個人の方だと思うんで2年前、うんうん、2年前が1000万あるかどうかってことが基本になりますよということをですね、うん、ぜひ覚えていただけたらと思います。うんうん、ね、とにかくね、分からないときはどうしてもやっぱ聞いた方がいいのか、またホームページでもちょっと分かるのかな、そう見ていただいて、はい、うん、やっていただきたいんですね。でこれも言ったついでなんで1000万って言いましたけど、うん、これも不動の1000万ですけど、うん、実は去年からちょっと変わっててですね、うん、もう一つは
あの納税者の方、国民の皆さんがですね、じゃあ2年間待ったら1年間申告しなくていいわけでしょ、ってことは、その分私たちが納めた税金これポップに入れてるじゃないという、今いろいろあってですね、でちょっと改正になってですね、基本は2年前にしてもんですよ、なんですけども個人の方で前の年の1月から6月まで、半年間で1000万あったら、もう翌年からは消費税該当しますという法律変わってます。ですから一定規模のですね、売り上げある方、特に一番多いのは居酒屋とか飲み屋の関係の方、で小売業ですねの方ですね、あのスーパーとかやってて、そういう方についてはほぼ該当する可能性が高いので、基本は2年前ですけど、あのもう法律変わってで、去年の1月から6月までが1000万超えたら、その方も該当しますよということになりますので、ぜひですね、これはちょっと難しいと思いますん で、あのぜひあの国税庁のホームページを見てですね、見るか、あとあのもう一回、あとで言おうと思うけど、言っておきましょうね、沖縄税務署ですね、あの電話番号098-938-0031、であのアナウンスながらありますから、そこで1番押してですね、電話相談センターっていうのがありますんで、そこで今の話をですね、分からなければですね、自分がどうかなと思ったら電話で聞いていただければと思います、はい、分からないことはまず電話、先ほど話ですね、で、あの総合相談をこちらでやってますから、ぜひこれ活用していただけたらなというふうに思います。そうですね、はい、分からないのはね、聞くか、まあ、調べてみるか、まあ、どっちかでやってみてください。で、ちょっと、ね、今話がちょっと難しい税の話だったんですが、この非課税取引っていうのもあるっていう話を聞きますが、それって何ですか？非課税取引、国内取引であっても消費税がかからない、消費税を課さない取引っていうのがあるっていう、これは何でしょうかね。非課税取引というのがあるのではないですかって。さっと飛びましたね。はい、飛びましたよ。はい、非課税取引ですね、っていうのがですね、要は消費税なじまない社会政策的なものがありまして、まあ、先ほど話したように消費税とは広く一般にですね、公平化に広く税金求めるなんですけども、どうも馴染まないねと、社会政策上も間に合わない、馴染まないというのを引かれているのがあります。例えばですね、土地、はい、土地売買譲渡した場合とかですね、はかかりません。あと有価証券とかですね、小切手ですとか、あと、銀行の利息考えていたらそれ消費税ないですよね。まあそうだね、現世はね、はいはいはい、あと郵便切手、でですね、あと税務署なんか公共地帯、国とか公共地帯がですね、もらう手数料、もう消費税ついてないですよね、300円とは300円で、300何十円とはないですよね、あと介護保険法のですね、基づくものですとか、あと分かりやすく病院のですね、病院代消費税ないですよね、公的なやつ、自由診療は消費税つきますよ、だけどもでそういうやつですね、あとあの先ほど話した学校の教科書ですとか、あとあの実は住宅の貸し付けは消費税かかってないんですよ、住宅ですよ、居住用、ただあの店舗はかかります、住宅はかからないというふうに、その政策上ですね、なじまないということで除いている、それが非課税取引という、もともと消費税の計算するときに頭に入れないってやつですね、計算除くと。これもまたいっぱいありますんで、13ぐらいありますから、これもまたそれぞれ見ていただければと思います。でね、これ加えて聞くんですけど、宝くじとかあってはあれはどうなんですかね。ああ出ましたね、またまとめましたね、はい、ますよ。あのね、書いたとこ見なきゃいけないな、実は、はい、宝くじの当選金はって、非課税、今消費税ですよね、非課税と言ったんですけど、今の、消費についてはですね、所得税の方になるんですけど、所得税の方の9条でですね、あの要はこれ税金かけませんっていうのがあるんですね、でそれで決まってまして、今言ったそのオリンピックの、金メダル銀メダル、取ったらですね、報奨金が出るんですよ、300、200、100だったかな、でその報奨金については、税金をかけませんということで非課税になってます。宝くじも宝くじ当選金も、あの税金かかりません。ただ国内ですよ、国内ね、国外で当たったら取られる、だから今ドリームジャンボの、3億、当たったら、それ税金かかりないですよ。ほー、当たればな、そうそう買わないと当たらんですけどね、もちろんですけどね、はい、おー、これもかからないんだ、かからないです、宝くじはね、まるでもあちこちから電話来るってよね、あれね、そうあの寄付しなさい、そう寄付しなさいって大きいんですよ、うるさいらしいですよ、わかりません大変みたいですね、難しいですね。そうなんだ、結構いろんなものってあるんですね、かからないものもあれば合わないものがあるとか、それもやっぱり、ね、勉強しながら聞かれて、やっぱりね、あのお出かけ講座で習ってみたいなっていうのを思いましたけどね、ではね、
もう時間もあんまりないので、そろそろまたクイズに行きましょうかね。早いね。大丈夫ですか？はい。もっともっといっぱい話したいこといっぱいあってですね、うん、ペーパー出たら10枚ぐらい持ってきたんですけど、そうなんですよ、小さい読んだらお願いしましたが、はい、いっぱいね細かくやっていただいてるんですが、まだまだありますんで、いきますよ、うん、じゃあ、はい、あのクイズがいいという話なんで、これも作ってきましたんで、答えは知っていない、いらっしゃらないという、はい、見てません、ね、見てませんので、はい、いきます。さあ税金クイズです。第1問、外国にも消費税と同じような税が、付加価値税があります、うん、次の中で最も税率が高い国はどこでしょう。日本は 8% ですよね、うん、1番韓国、うん、2番フランス、うん、3番スウェーデン。さてどこでしょう。税率が高いところですね。3番。はい、なんでなんかスウェーデンはすごい高いっていう話を前に聞いたことがあるので、はい、なんかアンチョコ見たんじゃないかと思って。いやいやいや正解です、はい、うん、北欧ですね、うん、特にあの今スウェーデンしか挙げなかったんですけど、うんうん、スウェーデン、ノルウェー、デンマークですね、うんうん、あの今話したように幸福し幸負担と言われてですね、ずいぶん福祉に力を入れてるんで、その分税率も高いと、うんうん、じゃあ税率は 25% です。だってね、だからそれからでもあのだって生まれて死ぬまで全部国がやってくるんですってね。そうです、そうです、入れ国から ね、天国まで、ね、お墓場までいいのかねって思ったりもするけど、でもちょっと怖い。 25% で保証されればですよ、うん、まあそれをしっかりすればやっぱり日本だって皆さんはノーとは言えないと思います、うん、まあそうですよね。目的がはっきりしてれば、うんうんうん、ちゃんと納めるんじゃないですか、うんうん、私思います。でちなみにあの韓国とフランスはですね、韓国が 10% でフランスは 20% です。うーん、税率はですね、うん、なってます。フランスも結構高いんだ、うん。で今だから消費税については少子高齢化、まあ、あの目的で税でですね、うんうん、社会福祉やるからっていうことでやってますから、うんうん、皆さんその使われ方も考えてですね、うん、やっぱり将来私ももう少しで、ね、60というか年でいるんで、自分が将来どうなんだろうって年金もらえるかなって心配してますけど、うん、でもいずれにしてもその消費税の今納めてるものが、うん、今の子たちの負担に、子や孫に負担にならないように、うんうんうん、もう少し考えて財政も健全化しなきゃいけないですから、うんうんうん、その意味で、そのあり方についてもですね、皆さん考えていただけたらなと思います。うん、やっぱりね、まあ、10% に上がるって噂も出てるので、うん、まあ、なるでしょうねって皆さん思ってるんですけど、そうそうそう、ただなるにしろその税金をどういうふうに使われているのかっていうのがね、明確に分かれば、ああそうなんだ、じゃあいいねっていうふうにね、はい、このスウェーデンじゃないんですけど、ね、まあ、なれればね。ただ、まあ、まあ今日話してますけど、私がまたって個人的にあんまり言うとですね、またお叱り受けるんで、上から言えるんで、ただ、ええ、やっぱり考えていただきたいのは本音です、うんうん、ですから私もあの税金の徴収っていうんですか、うん、法律に基づいて仕事していますから、うんうんうん、こうなれば、もちろん今の 8% についても阻止せざるを得ないですよね、うんうん、8% だけど自分勝手に 5% なんてできませんから、うんうんうん、でその意味でやってるんですけども、うん、やっぱ皆さんもですね、税金のあり方についてはやっぱ問題を、意識を持っていただきたいなっていうのは本音ですね、うん、本当にいない方が多いんですよ。どうにかなる、うんうんうん、なんくるないさが沖縄多いんで、うん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 、それはちょっとやめてほしいなってのは本当に思いますね。実感です、うん、沖縄の実感ですね。ねえ、うん、だから分かんない、元気なうちはだからね、これよく話するんですけど、老人ホームの話とか私たちもよくやるんですね、はいはい、介護保険とかなんですよ、はい、そうすると私は元気だから大丈夫って聞かないんですよ、はい、だから今元気だから元気のうち聞きなさいよって言うんだけど、そうそうそう、うん、大丈夫って、うん、そういう方多いです。だから、うん、本当に今借金が日本すごいですから、うんうん、でもその国債を国民が買ってるから、あ、じゃあ日銀持ってるから言ってますけど、うん、借金は借金じゃないですか。このツケは子供に行きますから、うんうん、孫に行きますから、うんうん、やっぱりあるべき姿考えなきゃいけないのかなって私は自身では個人的には思いますけど、うんうん、厳しい。ああ、でそれではもう一つですね、面白いのを考えてきましたので、はい、探してきましたから、第2問でですね、はい、これ実際になります。海外にあるみんなが太りすぎないための税金はどれでしょうか。1番食べ過ぎ税、はい、2番おやつ税、はい、3番ポテトチップス税、どれでしょう。これ3番だと思います。何でわかるんですか。やってました最近テレビで。はいはい、やられた。そうそうそう、前半はね半分間違いですけど、今2つ当たったんですね、はい、実は本当にこれあるあの税金でですね、ハンガリーで作られた税金で、食べ過ぎを抑えてですね、肥満防止を狙って作ったですね、うんうん、税金で、ちなみにポテトチップス 100g でですね7円、税金を下げて7円だそうです。何ぐらい前入ってるっけ。250。うん、そのぐらいだね、はい、だから 10.5 ですから、16円18円払うことになりますね、うん、であと、まあ、面白いといえばですね、これは知らなかったんですけど、この目的税ですけど、うん、ロシアではですね、あのヒゲを切らせるためにヒゲを生やしているヒゲ税ですとかですね面白い、うん、イギリスとまた窓税、要は窓、家に窓がある方、うん、
に税金、まあ、この2つはもう今ないですけど、うん、そういう目的税をですねやった国もあるようです。ですから税金というのは使われ方目的、今消費税もそうですよね、うんうん、目的税でいろいろある国々でいろいろ作ってますから、うん、そのこれについて皆さんもですね考えていただいて、特に今日はあの税金の仕事というよりも消費税なんですよ、もうちょっとしたかったんですけど、ただ消費についてはですね、あの売り高さのとか売りのんじゃなくて、やっぱり、うん、あのちゃんと申告してちゃんとやらなきゃいけないってことだけは覚えてほしいと、うんうんうん、であの私の方もさっき言いましたけど、1年分ならですねどうにかなりますけど、うんうん、5年分遡って間違ってるから直しなさいってなると、やっぱりもうこの泣いてる姿をですね何度も見てますので、うんうんうん、もう少しこうねきっちりちゃんとやったらいいんじゃないですかって話を本当にもう泣きながら聞いたことが何度もあるので、うんうん、ぜひですねあのそれだけないようにご相談、さっき言った電話、うん、それから税務署にご相談してですね、でもうその前提条件ではやっぱり来週の3月31日の会議までに申告をですねしていただかないといけないというのがあるので、今日もういい機会も入れてもらったので、ぜひ声を LINE してですね期限内申告をお願いしたいというのが、説のお願いですね。なんかあの噂によりますと、来年度から来年度ですね、もう4月からですけど、うん、領収書も全部ちゃんと揃えていないといけないという話を聞いたんですけど、一般の人たちも。あっというよりもあの申告、まあ、帳簿の保存も7年もなってますから、うんうん、今年の1月からあの記帳義務が始まりましたので、うんうん、これもあの税務署だけじゃなくて、うん、市役所に申告している方は皆さんです、うんうん、もう法律ですよ、うんうん、帳簿揃えて書いてください、うん、領収書も置いてください、うんうん、ということになってますから、うん、基本的にはもう皆さん商売している方は置かなきゃいけないというふうに法律上はそうなってます、うん、で商売っていうのもありますけど、例えばアルバイトしている方はどうですか。例えば主婦なんですが、例えばどっかにパートを行ってるとか、あそれは給料ですからね、うん、源泉徴収もらいますから、うんうん、あの給与明細もらいますから、それは、うん、いらないですよね。ただあのちょっとしたお店やってるとか、うんうんうん、趣味でなんか手芸の店なんかやってるとか、はいはいはい、そういう場合はやっぱり経費とか領収書は置いてた方がですね、うん、申告にもいいですし、自分の証明になりますよね、うんうん、だからそれは必要だと思いますよ。じゃあもうお店、小さいお店でもやってる方はもう必ず置いてた方がいいよってことですよね。それも法律上はね5年から7年置かなきゃいけないですけど、うんうん、まあ置いていただきたい。それともう一つ質問があったんですけど、あの例えば、はいはい、会社を3つぐらい掛け持ちしてて、うん、まあ、パートパート、はいはい、でそれも申告しなきゃいけないのかって話があったんですけど、基本ですねサラリーマンの方は通常、勤めてると1年1箇所ですよ、うん、勤めてると12月年末調査ありますよね、うんうんうん、それで扶養家族とか生命保険で終わりますよね、うんうん、終わるんですけど、給与がもう1箇所ある方だとか、うん、あるいはその給与以外に20万円以上の収入が、うんうんうん、所得がある人、うんうん、儲けですよ、所得がある人は申告しなきゃいけないんですよ、うんうん、で今の話を例えば3つだとすると、うんうん、3箇所が給料もらってますから、ええ、で逆に言えばですねそれぞれ税金引かれてるはずですから、うん、3つ足して、うん、税金も足して、うん、もう1回再計算したら税金戻ってくる方が大きいと思いますよ。税金引かれてないからもちろんペイになるかもしれません、うんうんうん、でもやっぱり申告っていうのは1月1日から12月31日まで1年分の全ての所得ですから、今やったら3箇所だろうが4箇所だろうがあれば全部タッパして計算し直してで1年分の計算してで前もって納めた源泉所得税があったらそれを精算するという形になります。だからね、ある方が言ってたんですよ、自分は例えば A という会社に常勤にいるんだけど BC はたまに行くとか夜だけバイトしてるとか、でももらってるから、そうもらってるからだからその他のやつが先ほど話したように20万、うん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 、収入じゃないですよ、所得が20万あったら、うんうん、その方も申告しないといけないです。あとまあまあまれだと思うんですけど、うん、あの給料で2000万以上の人は申告しないといけない、年末調整できないから、まあね、それはね、はいはい、まあいろいろありますので、まあとにかく分かんない場合はもうホームページを見る、または電話をする、そう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 、で直接税務署に行く、そう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 、もう一度、みんな優しいですから、そう、大丈夫そうですから一応じゃ電話番号もう一度お願いしましょうかね、はい、もう一度ですね、はい、お願い、今日の本当の大きなお願いは、消費税の申告と納税期限は来週の3月31日ですよと、それと、事業されている方で消費税も含めてです、うん、まあ、それ以外でもいいですけども、何かご相談がありましたら、電話番号ですね、098-938-0031、沖縄税務署にですね、電話していただいて、女性の方のこうガイダンスが流れますから、うん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 、一般的な人は何ですかって言われます、うん、1ってやっていただくと、うん、電話相談センターになこう転送されますから、はい、それでですねご相談何でもいいですからしていただければと思います。そうですね、そこでまた電話してどこの課につないでもらったりとかもできますのでね、まずはもうやっぱり聞いてみると自分でね確かめないと、どうしてもね人から聞くよりは自分で聞いた方がいいのかなと思います。どうしてもね自分で悩まないで、ぜひ税のプロのですね、うん、税務署の方に電話していただいて、さっき言いましたけど、うん、ね、10円で3分顔見ないで相談できますから、うん、ぜひですねもう分からないことは聞いていただいて、
うっちゃなきゃない。そうですね。ぜひ。先ほど言いましたけど、滞納するともういいよってじゃなくて、そういうふうにしたらね、払っていけるかっていうのもね。納められないと逆に相談すべきですね。うんうん、悩み相談しないと、うん、できないじゃないですか。うんうんうん、節税っていうかその安くする方法もありますから、はいはい、利息をですね。そうですね。だからぜひ相談をっていただき。本当に赤紙貼られるよ、すごい。私見たことあるからびっくりしましたよ。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、はい、そろそろエンディングです。今日は沖縄税務署総務課長の池見正盛さんをお迎えして税金関係と税務署の仕事についてをトークしていきました。さて来週の予告です。ガネコケンさんことケントミファミリーのケンさんをお迎えしてとお友達ですね。前半を沖縄型神経原生筋肉萎縮症難しいとはそして近々の活動について、後半をアネラ音楽祭をテーマにトークしていきます。ここでお別れの時間となりました。また来週この時間にお会いしましょう。その前に3月31日までに、はい、最後に一言、はい、早く、あ、正直でちゃんと申告してくださいね。よろしくお願いします。See you next week. Bye bye. ありがとうございました。全然でしたね。あ、もうだいたい1時間で分かりました。これいらない言ったのに聞かないからこれだったら3時間ぐらい必要だね。そうそうそう、どうして間にトークが入ったり冗談入れたりするところもあるの。分かりました。まああの冗談で受け答えできますので。お父さん。だから、あの講演の件はちょっと。